はい、今回はね、タコ釣りをされる方、皆様がね、一番のお困りごと、おそらく根がかりと思います。やっぱりタコ釣りをしていると、根がかりっていうね、まあ、ことはもうずっとつきまとう。で、いろんなね、まあ、工夫はされてると思うんですけど、やっぱりね、根がかりの確率は非常に高い釣りと思います。で、そこで僕がね、過去に試した根がかりの軽減方法で、効果がね、あった仕掛けを皆様にご紹介できたらなと思ってます。今回ね、まあ、ご紹介する方法っていうのは、こういったね、まあ、タコエギであったりとかね、点矢で投げるタイプではなくて、こっち側のね、まあ、タイプ、針がね、まあ、こうやってついてて、まあ、真下を探る、足元を探るタイプのタコジグですね。よくあるのがこういったタイプですね。で、真下を、足元をこうやってね、まあ、探る。なんで、主にね、まあ、ハイシーズン、まあ、6月から8月ぐらいですね。まあ、その時はもう本当にね、もうタコの数が多いんで、足元だけでもね、もう十分、釣果は得られると思います。なので、おそらくね、初めてされる方とかも、本当にね、タコジグ、どれがおすすめかって言ったら、もうこのタイプが非常におすすめです。っていうのは、やっぱりね、針がね、これ、6本ついてるのかな。なんで、全周についてますよね。なので、タコはこう寄ってきたら、もうこのタイプだとね、ほぼ 98% くらいかな。もう素人の方でもね、真上に上げるだけなんで、もうタコがね、小さいタコでも乗る可能性が非常に高いタコジグです。で、逆にこういう投げるタイプはね、もう針も少なくて、ただ引っかかりにくいね、まあ、そこを引きずっても引っかかりにくい針の設計にはなってるんですけど、まあ、これだとね、やっぱり針のね、本数が低い分、タコのね、かかりは悪くなります。なんですけど、やっぱりシーズンオフのね、場合であったりとか、広く探りたい場合っていうのは、やっぱり遠投が必要なんですけど、まあ、そういった時にはね、こういったタイプを使うのがいいかなと思うんですけど、今回のね、まあ、ご紹介するのは、こちらのね、足元を釣るね、まあ、こういったタイプに関しての根がかりのね、経験方法をご紹介させていただきます。で、今回ね、僕が使うタコジグっていうのは、まあ、こういったタイプなんですけど、実はね、このタイプにも大きく分けてね、重り付きと重りなしがあります。で、こっち側はね、もともと重りがついてるんで、これだけでもね、十分釣れるっていうね、まあ、そこにつきますね。なんですけど、こちらのね、重りのないタイプっていうのは、これだけやったら軽いし沈みません。なので、何かね、重りを別につけるか、これのね、使い方っていうと、深いね、場所で、ハトギを探るときっていうのは、こういったね、重り付きのやつを下につけて、でね、こういうタイプってね、大概連結するんで、ここに輪っかが下にもつけられるようになってるんですよね。なんで、途中でね、中層にもこれをつけて、で、底にいるタコと中層にいるタコね、まあ、2箇所こうやってね、まあ、1回で誘う釣りによく使うタコジグです。で、今回は重り付きではなくて、もうこちらの軽い方を使います。で、ちなみにこれは、2個入ってね、342円なんですけど、こちらのね、重りが付いてる方は当然ね、重り代も高いんで、1個でね、302円してます。なので、まあ、経済的にもね、まあ、これだけで言うと、こちらの方がね、まあ、2個入って342円なんで、まあ、安いとね、思います。で、今回はこちらのね、タコジグを使います。で、あと用意するものが、当然ね、重りがいりますよね。重りの、だいたい深いところをするのであれば、20号ですね。で、もう本当にそこが見えてる浅いところでするのであれば、10号。どちらでもいいです。ただし、ちょっと使う重りのね、形は、この棒重り、ね、上と下が同じ太さが非常におすすめです。で、こういったね、まあ、ナス型もあるんですけど、最初ね、試したんですけど、やっぱりね、こちらの重りの方がいいです。で、その理由はね、ちょっと後で説明しようかなと思うんですけど、まずね、このね、重り、10号使いましょうか。10号で、このね、ナイロンの糸、これも100均のダイソーで買った糸です。で、だいたい1号か 1.2 号ぐらいがいいのかなと思ってます。で、これをね、まあ、2、30センチを切ります。で、切った糸を、ここのね、ところに、もう直接、結んでいきます。で、まあ、結び方はね、何でもいいんですけど、僕はいつもね、こうやって、輪っか通して、キリキリってして、で、10回かね、20回回して、この最初の輪っかに、端を通して、で、引っ張る。で、こういった。これ結構き
暑いです。でもうここね、ほとんど釣りはこういったところをね、もうきっちり切ってしまうんですけどね、もうタコはもう逆にね、僕は切ったことないです。もうアピールにね、まあ、逆にいいかなと思うぐらいで、もうずっとねこういう切れ端はもう結びっぱなしです。でこういったものができますよね。で大体ここは20センチぐらいに最終なればいいと思うんで、最初はねやりやすいように30センチぐらい切って、まあ、されたらいいのかなと思ってます。であとこのね、その端をスナップ付き猿カン、これも大きさなんでもいいです。でただね、最終このスナップの方がここのねタコジグの後ろの連結部分にくっつけるんで、そこさえね、まあ、くっつけられる大きさのスナップ猿カンであれば、もうこのね何でもいいです。でこういったものを今度ね猿カンの方にね、まあ、同じように結んでいきます。これもね、僕もいつも同じ結び方なんですけど、キリキリってね、回して。で、最初のね、輪っかに入れる。で、あとは押さえながら引っ張る。ね、まあ、こんな形で。で、だいたいここが15センチから20センチぐらい。まあ、だいたい15センチぐらいでも大丈夫です。で、これが20センチ以上になると、やっぱりね、タコのノリが少し悪くなるんで、やっぱりだいたい20センチぐらいまでに抑えた方がいいのかなと思います。で、あんまりね、ここが短すぎると意味がないんでね、この仕掛けの意味がないんで、だいたい15センチを目安で糸の長さをね、作ってもらったらいいのかなと思います。で、今度ね、こちらのスナップの方に、先ほどのね、まあ、連結用の重りのついてないタコジグを、このね連結部分にこう引っ掛けます、ね、こんな形 でそこで止めます。ここもね全然直結でもいいんですけどね、このスナップサルカンなしでもう直接ねここにキリキリってやってくっつけてもらっても全然問題ないです。なんですけどちょっとねこちらで先に結んだ方がまあ結びやすいかなっていうだけの話でね、でいいと思います。でこういう状態ですね。でこれでもう簡単なんですけど完成です。で基本ね今までこちらのね、まあ、重りがついてるタイプのタコジグで釣ってる場合、これがねいきなり底まで落ちますよね。でここでちょん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 って底付近をね誘っていくっていう釣り方が基本になるんですけど、ただねその時にもう落ちた時にね、まあ、ロープでも、まあ、何か網の残骸でもここで引っかかったもそれでもおそらくもう 99% 取れないですね、この仕掛けだと。なんでそういったことを防ぐためにこのねここにステイト、ナイロンのステイトを取ってで重りをつけてる。でこうやってね下に落とすと、今までねもうこいつタコジグが重りになってたんで、もうこれがねいきなり底に行ってたんですけど、この仕掛けではね重りがね底を取ります。でこちらのタコジグの方は実際は中層をね、まあ、ひらひらと泳いでる、こういうね泳いでるイメージですね。横から見るとこうですよね、こう底につきました。なんですけどこのタコジグはこのね大体重りから15センチから20センチ、ね、まあ、正確に言うとここでこうやってしゃくってるんで重りはほぼ底なんですけど、こちらの、ね、タコジグは大体5センチから10センチぐらいの上をこうやってね、まあ、誘って移動してると思います。なんでこれだけでもね多分効果あって皆さん分かっていただけると思うんですけど、まあ、そこってやっぱりね障害物が多くて引っかかりやすい、そこにねこの張り付きのタコジグがいきなり行くとやっぱりね引っかかりやすいですよね。でその役割をこの重りがねしてくれる、そこは取ってくれる。でタコ釣りってね基本底釣りが、まあ、基本なんですけどね、そこボトムを取ってるかなんですけど、冬とかねシーズンオフの時期は結構タコってねもう本当にそこべったりで動きもねもうゆっくりみたいなんですよね。なんですけどこの仕掛けが使える時期っていうのはだいたいハイシーズン6月から8月のもうベストシーズンです。でその時で関して言うとタコってねこういったひらひらをね遠くから見るともう本当に泳いででもねもう捕まえに来ます。でこれはねもう僕は実証済みの仕掛けなんでもう間違いないです。ただここのねまあ糸ですけど大体20センチ以上は僕やったことなかったんで、ここがねあんまり離れてしまうとやっぱりねちょっと釣果は落ちる可能性はあります。
なんですけど、だいたい15から20センチぐらいだと、ね、この辺までね、おそらくそこから10センチ、5センチから10センチぐらいまでね、こうやってしゃくってたら、この範囲を探ってるんで、まあ、逆にね、遠くからのタコでも非常に見つかりやすい位置を、こうね、ふらふらと動いている状況になります。で、重りなんですけど、こういうね、まあ、今使っているのはこちらのね、棒状の重り。で、よくあるのがね、こういったナス型の重りなんですけど、やっぱりこういう重りってね、こうどっか石の隙間に入ってしまうと、この重りがね、引っかかる確率が非常に高いんですよね。なんですけど、このタイプっていうのは、折ってもね、ほぼストンと上に出てきます。同じね、上と下が同じ太さなんで、まあ、入るところは当然出てきますしね。まあ、それをちょっと横に移動したとしても、ある程度のね、長さがあるんで、このままね、もうほぼ網にスポンって入っても、スポンって出てきます。なんで、基本使うんであれば、こちらのタイプがいいです。昔ね、僕もこっちもよく使ってたんですけど、非常にね、重りのロスが多かったんですよね。で、こちらのタイプに変えてから、もうほとんどなくなりました。なんですけど、前にね、僕はちょっとね、ずっと使ってた、ここはね、ナイロンじゃなくて、PE の細い糸をね、最初結んでたんですよね。なんで、なかなかね、その PE が細くても、結構ね、これが、重りが引っかかった時に、切るに切れなくて、まあ、苦労したことがあるんですけど、基本は、ここはナイロンにしてから、すごくね、まあ、効率がいい釣りができるようになりました。で、基本、タコジグが中層に浮いてるだけでも、根がかりはだいぶ軽減されます。で、タコの超過、この15センチから20センチまでだとほぼ変わりません。で、重りもね、このナス型を使うよりもこちらにした方が、重り自体の根がかりも非常に軽減されます。で、やっぱりね、こういったタコ釣りって、まあ、底を釣ってる以上ね、もう根がかりってどんな仕掛け使ってもゼロじゃないんですよね。で、仮にこういう仕掛けで重りが引っかかることってあります。なんですけど、その時には、ここをね、もう当然上は PE の直結ぐらいしてると思うんで、もうピッてね、もう強引に引っ張ると、これだとね、スナップサルカのここから全て切れるはずです。なんでその場合は重りはね、ちょっともう申し訳ないさよならなんですけど、やっぱりこのタコジグはね、ずっと使えますよね、ここのスナップサルカから。なんでこういう時にはね、まあ、この重りを少し多めにね、持っていく必要はあると思うんですけど、非常にね、まあ、根がかりが軽減されました。あとはね、まあ、ここにどうやってアピールを強化するかっていうところでね、例えばこういったね、キラキラのやつをね、切って、で、こうやってね、どっかに結んで、やっぱりアピールが強い方が見つけたらタコ寄ってくるんで、これだけでも十分釣れますが、他のね、ひらひら、まあ、こういう仕掛けみたいなね、こういうひらひらをここにね、つけても非常に効果はあると思います。おまけでね、まあ僕ここのひらひらとかいろいろね、まあ試したんですけど、一番ね、これ安くておすすめと思ったのが、これね、パーティーモール。なんかこれもいろんな色あったんですけど、これね、よくあのパーティーとかで首飾りにしたりとかね、なんか悪ふざけとかしたり、飾り物したりね、まあ、使うようなものってありますよね。で、これがね、まあ、ひらひらで、ここ、中が針金が通ってるんですよね。なんで結構自由な形にね、こうなる。で、これはね、僕実はあんまりまだ使ったことないんですけど、おそらくね、これ非常にいいと思います。で、こんだけね、1メーター以上なんかな、もっとあると思うんですけど、あ、3メーターですね。これ約3メーター、この長さがね、あって100円なんですよね。で、これを、まあ、適当に僕切りました、ね。で、こういうものを、こういうタコの仕掛けとかにね、こう巻くと、で、これ針金がついてたんで、例えばね、こういったスナップサルカの上をちょっとね、ねじってこう 2,3 周ね巻きますよね。ほぼ取れないんですよ、これ針金が通ってて。ただ、まあ、本当の針金なんでね、まあ、ここってもう錆びるから、もうほぼ1回で使い捨てかもしれませんけど、これだけでね、非常に効果ありますよね。絶対見た目アピール強烈ですよね。で、これの色がこのパーティーグッズではね、白とかね、いろいろあったんで、これをね、本当に何種類か試してね、ボンボンにしてもね、全然いいと思いますし、だとタコが一発目に寄ってくるのは絶対ね、この重りじゃなくてこっちのはずです。で、仮にこっちに寄ってきてもすぐね、まあ、これは鉛って気づいて上から追ってくるこちらにね、飛びついていきますんで、非常にね、まあ、効果があると思います。なんでちょっとね、
この仕掛けは実際僕はずっと使ってて、いろいろ試して試行錯誤して、まあ、ここに行き着いたね、おもりの形からこのステートのね、まあ、号数から、まあ、行き着いた、まあ、仕掛けになるんですけど、まあ、非常にね効果があったんで、まあ、ぜひね、まあ、これからタコ釣りされる初心者の方もね、まあ、ベテランの方も一回ねこの仕掛け騙されたと思ってね使ってもらったら、タコジグ自体の、まあ、損失はねかなり減ると思います。で、寝掛かり全体の損失もかなり減ると思いますし、で別でこういったねこのアピール結構ね使えると思います。ぜひね一回試してもらったらと思います。僕もねこれ実はまだこの前見つけてまだ使ってないんですけど、ちょっとね絶対効果はあって経済的と思うんでね、まあ、それを使おうかなと。本当はねこういう種類をいろいろ探してたんですけど、やっぱりねこれがもうキュッキュッてね固定もできますし、もうこれ取れないしね、針金がついてるんで、まあ、非常におすすめかなと思います。本来はねこれをね、まあ、作ってこれで釣ったねところも載せといたらよかったんですが、今のねちょっとシーズン、まあ、ちょうど冬なんでね、あのタコ自体が釣れないんで、ちょっとね、まあ、今回は仕掛けだけで、またねハイシーズンになればこの仕掛けを使った釣りっていうのもお見せできるのかなと思います。はい、今日はねご視聴ありがとうございました。もしね今日の動画が少しでもね、まあ、ためになったと思っていただいた方は、ぜひね高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あとね、もしねよろしければチャンネル登録をしていただいて、僕のね釣り友になっていただけたら嬉しいです。で、これからもね、まあ、こういう仕掛け作りも含めて、まあ、実況動画もねどんどんアップしていこうと思ってますんで、ぜひねこれからもご視聴よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。